はい、どうもこんにちは、斉藤です。もうお盆も過ぎたけども、京都は地獄の暑さですわ。もう今日も風がない。水がもうね、少しぐらい夕立あっても全然変わんないですわ。ということで、セリカのちょっと続きをやりたいと思います。フェンダーは今も外して、個別にするんですけど、フェンダーを直す前にまずろっかパネルを直さなきゃ、フェンダーの内側のパネルを成形するのに、この土台がなくなっちゃってるんでね、まあ、寸法も取れないし、位置合わせもできないんで、こっちをまず直すことにします。言うときますけど、もう全然面白くないです。こんなただの板金作業です。もうひたすら時間だけがかかるっていう、ね、ただまあポイントだけはね、ちょっと説明して、言ってみようかなと思うんだけど、まあ、これも無限にお金がある人が依頼者であるわけではないので、まあなんとか お財布に優しいやり方で、まあ、僕なりに納得できるところまでっていう、その線引きでやってみたいと思います。よろしくお願いします。少しぐらい夕立あっても全然変わんないですわ。水がだから、ロッカーパレルのまず内側から継いでいきます。で、とりあえず鎖落ちた鉄板を切り取って、で、まあ、そこに新しい鉄板を足していくわけですが、今回はこういうところ内側をまず溶接しますね。で、溶接痕はこのままやったら内側なんで、削り落とさなくても、まあ、要は強度を保った状態でフィニッシュも見えないとこで、で、まあ、これ向こう側から溶接したら溶接痕が残るから、まあ、持ってその仕上げなんで、内側やったらもうロッカーパネルが外れちゃうんで、まあ、このままにしてみてくれる、まあ、そうすれば、まあ、削り落とすよりか、まあ、少し重量が増えるんで、ね、でも見た目よりも強度的なこと考えるんで、まあ、これでいいんで、ここ下側からまず足していくんで、これ今1ミリの鉄板をね、ボールで交換するんですけど、僕の場合はいっぺんに作らなくて小さなピースに分けるっていう場合が多い、やりやすいです。ただし溶接パスが増えるから、まあ、手間は増える。でやりやすいこの方法、こういう下回りに関してはこういう方法で、しまってて腐ってるところを全部取り落として新しい鉄板になりたい。あとジャッキアップポイント持って再生するジャック強度を保てる。これからまあ中をもう処理して、今度
と丸1時ぐらいあるから、まあ、ちょっと真ん中へこんでる。でここを引きずり出したいわけですよ。仮にこういう鉄板とか何でもいいし溶接して、でそれをスラハンで引き出すという、うん、分かる分かるな。もうちょっと直そうかなと、まあ、言われてないんやけど、これ勝手に直しとこう。いくぞこうやって出すんだよ。流しハンマーで、これポイントね、この溶接、裏表溶接したらダメやから剥がれなくなっちゃうから、これほんでちぎれるから、こうやって、まあ、穴が開いたりするけれども、まあ、それはまた後で修正するということで。言ったらあかんよ。まあ、この動きで、なんでそんなの。あとはもう。パンチ嫌じゃないの。ね、だからパンチ嫌さんじゃないから、貼り付けはめちゃくちゃ下手くそなんで、どんどん突っ込まないで。かわいそうな第一メンバーを、まあ、パンキンできました。でこれね、ちょっともうパテ入れましたけど、まあ、こんなんでいいと思います。仕上がりは、まあ、これ下回りなんで、チッピングコートっていうのがありますんで、まあ、これを下ペペッと拭いておけばもうかなり見栄えが良くなります。まあ、マスキングしてするんやけど、まあ、簡易的にやります。できました。乾いたらゆっくり蘇りますわ。マンダーカバーもベコベコやったんで、まあ、ちょっと直しておきました。まあね、こうやって見えへんところも気になるからね、下から作業すると。どうしてもな、こんな動画面白くないだろうね。はい、できました。さあ頑張って、次はこっちですな。次はこっち、まあこれインナーからまず直します。これこのセリカっていう車は、ろ過パネルは2枚の鉄板で構成されとって、もうちょっとあの高級車になってくるともう1枚入ってるから、3枚、だから3箇所なのかな。真ん中はまあ見えないから、それこそ強度さえ保ってれば、まあ、多少手を抜いてもいいか、元の姿にしなくて、例えば、軽量のためになんかこうホールが抜いてあったりとか、そんなリブが入ってたりとかあるんやけど、まあ、その辺も強度を落とさへんかったら別に見えないんやし、違う形にしても別にいいんじゃないのって話よね。でもこれインナーが、これもちろん裏から見えますし、これは表側です。表側でもフェンダーで隠れるけれども、まあ、ここはちゃんと造形しとかない と、フェンダーと記述すると合ってくれないんで、まあ、裏から見たらこんな感じ。もちろん、まあ、このままっていうわけじゃいかないんだけどね、こっち側から溶接してないから、これ処理してるのね。これ、ちょっとフェンダー外側だけちょっと1枚貼ってみました。どうなってるのかというと、内側は一部だけ成形しましたが、まあ、ここから切り落としてここまで作ったところだよね。ほんでちょっと、まあ、ピンポイントで腐ってたところ、継ぎ目の部分で、もともとそやから継いであった部分、それと、最初に継いだ部分、
でその間がなくなっちゃってるんでここ新しく作りました。でこっから先です。今度は、内側を成形してって最終的にこっから下ももう一回作り直します。まあ、その過程もまたちょっとやってみたいと思います。これ半自動溶接っていうやり方で、まあ、付き合わせでつけたんやけどね、もっと磨き切ってもいいよ。でももうこっから先はもう自己満足の世界です、うん、いいよ別にこっからあの叩いて全くわからないぐらいまで仕上げることもできるからね。でまあそれでやってもお客さん多分喜ばへんでしょ、その分コストが上がったら。ということでこのぐらいにしておきます。田島純美です。うっさい。そうかも、エキサイティングじゃないって言うかしら。